皆さんが代表招集したい選手いますか？ああ、本間紫音ですね。本間紫音って J2 の選手じゃないの？何ですか？でも香川も J2 だし、最初。私もね、個人の質がいくら良くてもね、チームが J2 ってパターン、その逆もまたありますからね。だから肩書きで見て、能力で見ないっていうのは悪いことだと思いますよ。なんか、ありそうな選手言うとね、つまんないし、こういうふうになんかこう、チームとして J2 とかそういう選手言うと、なんかこう、ね、上げただけで批判される。別にね、日本国民みんなが選ぶ選手誰だと思いますかっていうクイズで本間紫音って言ったら、あ、そんな選手いるのってなって間違いだけど、レオさんなら言われて答えてるだけだから、ね、好きな食べ物何ですかって言ってね、湯豆腐ですって言って怒られるみたいな。湯豆腐なわけねえだろ、ステーキだろ、寿司だろみたいな。面白い人たちだなって思いますよね。不思議なことは起きますよね、サッカーの解説やってると。